も痛かったでしょ。え、そんなに痛くなかった。どんぐらいだったっけ。何に噛まれたぐらいっつってたっけ。噛まれたんじゃなくて、あ、そう。ふーちゃんはどんぐらいっつってたっけ。全部キャップない。うまい。めっちゃつくやつで、こっちはあんまり薄いつくやつ、こっちで、こっちが全部めっちゃつくで、つかないやつも一個入ってる。これがね、鮭でね、どっちだったかな、ツナマヨってあんねんね、ふりかけ。そうなの。どっちかがツナマヨなの。どれやろ。これはツナマヨか、これで鮭、あ、こっちが鮭かな。って重なってるからさ、なかなか取れない。
すぎてるんで。あ、じゃあもう一枚、もう一枚使ってギャンってやればいい。ワンコン。これに好きなおかずを取ってもらおうか。これを取ってもらおうか。おにぎりもう取った？こっから好きなものを取ってちょうだい。はい、はい、もう。お肉ここに。短いんじゃない。ああ。じゃあ。もうちょっと長かったっけ、ゴー君のいつもの。もうちょっと長いか。ちっちゃくね。うまい。比べてみても全然違う。また来た。いただきます。カルボ何してんの？でも、昨日結構パイナップルを。1本、食べたね、みんな6人で、すごい勢い。どうですか？あ、パイナップル、昨日味しめて、パイナップルが食べたいのね。よしよし、じゃあ切ってあげよう。ハグちょうだいって言った？はい、はい、ちょっとじゃん。その時さ、さ、話してたんだけどさ、僕がさ、飾り見たの、それでばあちゃんもじゃなくて、ココちゃんたちで、それで左やったの。なんか落ちた？うん、左にあったものが僕たちので、うん、それで少ないねって僕が言ったの、うん、それでばあちゃんはさ、飾りをどんどんさ、ばあちゃん家に持ってきてよって言われた。ああ、そうなの、ね、作品をね、うん、いや、持ってこなきゃいかんね。うん、だから持っていかなきゃダメだけど、うん、まあ、作品とかさ、お絵描きしかもらってない。うん、今日いっぱい作ればいいじゃん。何でしょうか。お口入ってるわね。待っててあげるよ、お口もごも、うん、慌てなくていいよ。あ、フォーク。無視はしてね。あ、でも痛かったでしょ。え、そんなに痛くなかった。どんぐらいだったっけ、うん、何に噛まれたぐらいつってた。噛まれたんじゃなくて、うん、虫がひっついたぐらい。ひっついたぐらい。え、そんなに軽かった。いや、そう。ふーちゃんはどんぐらいつってたっけ。8。あ、ふーちゃんそうだ、ふーちゃんは8に噛まれたぐらい痛かったの。それが普通なのに。いや、もう、え、ちゃんと効いてるかな、その薬。涙出ただけ。あら、そう。えらいな、コロコロ。みんな我慢できるようになって。えらかったな。うん。タレちゃんは泣くわね。泣くやったね。2回やって、もう2回とか4回とか言って。だからね、僕たちがね、ちょっとお菓子買ってあげた。はい、タレちゃん。ちゃん、はい、くん、もう6時になったよ、ほら。うん、6時。あ、すごいよ。
マグ形覚えてるんや、うん、6って下でしょ、そう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 、短いのが、それでもう一個こっちになったら7、そう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 、それでこっちになったら9、8で7の次8です、それでこっちが9、これこれ、それでこっちがマグ10、それでこっちが11、うん、それでこっちが12になった時に一番上に、それでこうやって、うん、12時、そう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 、あ、そうそう12時ね、さ、上と上になったら12時だよね、うん、すごいね、どんどん賢くなっていくな、まだいろいろ教えてもらわなきゃいけないよ、冗談ママに